はい、こんにちは、シーマ TV へようこそ。本日は3月31日。そうですね、令和元年度、もう本日で終わりですね。明日まであるのかな。4月1日はね、確か、まあしかし、コメントの方もいただきましたけど、大変残念なニュースが入ってまいりました。まさかね、発病から本当10日ぐらいですもんね。まあそれまでに体のだるさとかあったらしいですし、二次感染も怖いですし、まあ京都ですけど、あの大学にも私友達が結構いたんで、あの大学内も入ったことあります。で、何度もあの下鴨、上鴨神社か、あそこの周りでよく飲んでました。いやまあ本当ええことにならんかなと思いまして、でまあ今日こちらの地方でもやっと桜が見頃になってきたんで、岡山市内、まあ三津町っていうんですけど、そちらの方にある警察署で古物商の関係の更新と免許証ですね、あと運転免許証の更新してきましたんで、動画の後半の方にまあちょっとでも気晴らしになればなと思いまして、あの田舎の風景のドライブ動画を入れてますんで、まあ、もしお時間ありましたら最後の方まで見てやってください。で本日のお題はですね、宇宙戦艦ヤマトという時代と2202の選択についてまたちょっと考えてみようと思います。でこの間ですね、それこそファミ劇の一挙放送で皆さんと一緒にヤマト2202 の、 あの後半部分一挙放送を見て、確かにまあ選択肢がめちゃくちゃ多い作品だなというのはあの時も喋ったと思うんですけど、まあ皆さんともお話して、皆さん同じような感想でした。新シーンを切り取ってみると非常にいい作品なんですけど、トータルコーディネートができてないっていうか、いらない分ここいるっていうとこが長くて、ここもうちょっと見たいっていうのが短いんですよね。ですね、その辺が再構築されたこの総集編は非常に面白くなるんじゃないかなという期待が持ってました。まあそれこそね、本当にいいニュースがない今のご時世ですから、ぜひとも早めに何か情報でも、まあ特報で15秒ぐらいの新規画像ですよね、まあ出していただければなと思います。でその2202総集編、まあ、あえて長いんで略しますけど、1945年の選択っていうとこから出ていくのかなとかと思います。海上特攻するしない、あれ結構あの海軍内でも揉めた話ですからね、まあ一億総特攻の先駆けとならんといかんということで納得して海上特攻をかけるわけなんですけど、そこら辺のまあちょっとヘビーな話ももしかしてやってくれれば本当に非常にありがたいかなという気がします。まああと、まあ2202の総集編ではあの古代子のあのうじうじシーンはもう半分以上カットでね、いいんじゃないかなという気がしますね。まあ真田さんのあの演説はいいとして、古代君はまあ起きた感情の古代何をしとるっていうお叱りのシーンの後にもうゆきちゃんとあのみゆきちゃんが手をつなぐシーンで、そこでもう終わればもうそうすればすっげえすっきりするとは本当思いましたね。多分皆さん同じ意見だと思います。まあでも今週4月6日7日のあたりには必ず新しい情報出てくると思うんですけどね。まあヤマトにとっては本当特別な日ですから、まあ、もしくは週末ということで4日、そのあたりで出ていただければありがたいんですけどね。まあそういう私もそうや4月5日で53になるんで、で今週末はまたヤマトの方へもないんでね、あとなんかいろいろな会議があって、ちょっと今週末はあんまりライブ配信ができないかもしれないです。ですね、できる限りまあ平日に時間取れればやっていこうと思います。まあ今日ね本当に警察で、まあやっぱね田舎なんでね往復
片道ね50分ぐらいかかるんですよね。で往復2時間でしょ。で古物商の関係の書類の提出と、あともう一個運転免許の更新、まあ私幸い有料なんでそれは30分で終わるんですけど、まあなんやかんや書類の書いたりするのがありますんで、まあ大体両方とも1時間ぐらいかかるんで、やっぱもう半日仕事で、今ちょこっと仕事して今帰ってきたとこなんですけどね。まあ本当になかなかね先が見えない戦いっていうか、おそらくね先の大戦、まあ震災も大変でしたし、まあ、リーマンショックとかもあったし、まあ神戸の震災もありましたけども、もう世界中を巻き込んでこの新型の経済的なショックっていうのはおそらく先の大戦以来のことだと思いますんで、うん、本当来年もオリンピックどうなのかなという感じはせんでもないですね。それこそ本当にワクチンか、ね、薬特効薬が早めに開発されることを願うばかりです。うん、岡山県も4人目が出たのかな。で、まあ、ちょうどその新型が出たとこ、まあ北区っていう岡山区の市の北区なんですけど、めちゃくちゃ面積広いんでどの辺かっていうのはよくわからないんですけど、まあちゃんとマスクしていきました。うん、まあ花粉もひどかったですね今日。うん、まあそんな感じです。まあヤマトの新作の、話がまたできればなと思ってるんですけどね。一応また原稿書いたんで、あ、そうですね、あのヤマトの選択2202の選択についてはね、なかなか面白いサイト見つけましたんで、あの下の方にリンク貼っておきますんで、あそちらの方をご参照していただければ。クイズ形式になってて、どこになるのかな、バンダイナムコのおそらく公式だったと思います。まあリンク貼っておきますんで、ぜひとも、10分ぐらいでできると思います。まあ引っ掛けもないから、普通うちの動画見に来てくださる方はあのすぐ解けると思いますけどね。引っ掛けじゃないんですけど、そういう選択肢があるのかよっていうのが2つあるかな。うん、あ、まあそんな感じです。それではですね、まあ最後に、あの今日まあ吉備中央町の一応観光地ですね、桜、はい、こんにちは、新町 TV へようこそ。本日は免許の更新で岡山の北署まで来ました。山桜ももうぼちぼち咲きかけてますね。やっぱこっちの方がぬくいんだな。ここはいわゆる鵜飼系です。これが珍しいですね、滝付きのトイレです。岩屋の川屋、夜はライトアップもされますね。しかし人がおらんな。さて、しばしドライブを、今日はアクションカム HDR-AS300 を使ってます。また警察まで来なあかんので、今度は新緑の頃に来るかな。もうぼちぼち、現在外気温17度、山桜が早い、もう土も咲いてますね。しかし飯食うとこねえな。ソメイヨシノ、
やっぱ三つまで行ったら一日仕事になるな。今日免許の更新になったっていうのもあるんですけどね。高くなったのはいいけど、花粉がすごいな。以上、シンバTVの動画をお送りしました。また次の動画でお会いできれば幸いです。それでは失礼します。